はいどうもゆうじです。今回はウェブマーケティングとかウェブ制作で稼いでいきたいと思ってる人が勉強をするために独立するために就職した方がいいのかどうかについて話していきます。たまに公式 LINE とか Twitter の DM の方でウェブマーケティングをこれから勉強しようと思ってるんですけどウェブマーケティング会社に就職した方がいいですかとか、これからウェブ制作の勉強をしようと思ってるんですけどウェブ制作会社に就職した方がいいですかって質問が来ます。勉強をするためとかそのスキルで独立するために何でもかんでも就職しなければいけないって考えてる人が結構多いんですけど、全然そんなことないですからね。もっと言うと就職なんてしなくても独立できる職業に関しては絶対に就職するなんていう回りくどいことはやめてください。今回取り上げるウェブ制作とかウェブマーケティングに関しては就職しなくても独立できる職業に該当するので、勉強するため独立するために就職するべきですかっていう答えに対する答えは否です。例えば経営コンサルタントとか医師とか歯科医師とか、あとはウェブ開発案件にジョインするエンジニアとかであれば絶対に就職して修行を積む必要はあるんですけど、ただウェブマーケティングとかウェブ制作に関しては絶対に就職なんて必要ないです。たまにツイッターを見てるとウェブ開発の方ではなくてウェブ制作の方に行こうとしてるのにウェブ制作会社に就職できましたやったーとか言ってるツイートを見かけるんですけど、個人的にはなんで就職しちゃうかなーって思いながら見てたりします。ここからはなんでウェブ制作とかウェブマーケティングで独立したい人が就職するべきではないのかについて、その理由を話していきます。独立した後のウェブ制作とかウェブマーケティングの働き方とかに関してはまた公式 LINE の方で流していこうと思うので、ぜひ今のうちに登録しておいてください。それでは早速いきましょう。ウェブ制作とかウェブマーケティングの勉強をするために就職するのが NG である理由の一つ目は、とにかく成長が遅いからです。巷では何でもかんでも就職すると成長が早いって言ってる人がいるんですけど、そうでもないですからね。むしろ就職することによって成長速度がかなり遅くなるっていうパターンもあるんですね。そして今回のこのウェブ制作とかウェブマーケティングがまさにそれです。さっきから成長が早いとか遅いとかって言ってるんですけど、ここで言ってる成長っていうのは特定のスキルの成長スピードではなくて、全体的に稼げるビジネスマンになるための成長スピードのことを言っています。もちろん確かにコーディングスキルだけを極めようとするとウェブ制作会社に入った方がスキルが深まるのは早いです。そして SEO スキルを極めようとすると SEO コンサル会社とかウェブマーケティング会社に入った方がスキルが深まるのは早いです。スキルが深まるのが早いんやったら就職した方がええんちゃうかって思う人がいるかもしれないんですけど、全体的に効率的に稼ぐビジネスマンに早くなろうとするとそれは絶対に NG なんですよ。正直ですよ、わざわざ就職をしてコーディングスキルをめちゃめちゃ極めてそれでどれぐらい稼げるようになりますかって話です。そして SEO スキルとかライティングスキルとかに関しても自分で何かしら商品を持ってそれで稼いでいこうとするんだったら、まあ、全然稼げる可能性はあるんですけど、ただあくまでクライアントワークをしようと思ってるんやったら 120% のスキルを持っていてもそれってあんまり役に立たないことが多いんですね。まず絶対に覚えておいてほしいのは、スキルは 60% から 70% ぐらいでいいんですよ。そして 60% から 70% ぐらい身についたら自分で商品を作ってそっちに適用するかディレクターになるか、あとは教育事業として展開するかとか、この3つのうちどれかに行った方が絶対にいいですよ。 120% までスキルを極めて自分でクライアントワークをして稼ぐっていうのは明らかに効率が悪いです。スキルは 60% から 70% ぐらいまで身につけて横展開するのが一番効率的に稼げるって言うんだったら、もうその 70% から 120% までこの身につける時間っていうのがかなり無駄なんですよね。オーバースペックすぎるんですよ。例えばウェブ制作会社に働いている 120% ウェブ制作スキルを極めた人よりもウェブ制作スキルは 60% から 70% ぐらいまで身につけておいて自分で教育事業を展開したりとかディレクターになってる人の方が5倍早く稼いでいます。ウェブマーケティング会社に就職して特定領域のスキルを 120% 極めた人よりもそのスキルの習得は 60% から 70% くらいにしといて自分でチームを編成してウェブマーケティング領域の仕事をまるって受注できるようにした人とか、あとは教育事業に展開した人とかの方が明らかに5倍早く5倍稼いでいます。大事なことなので繰り返し言うんですけど、
何かのスキルを勉強するときは、そのスキルは一体どこまで深めればいいのか、そしてそのスキルはどうやって使うのが一番効率的に稼げるのかっていうのは絶対に知っておく必要があります。それが分かっていない状態で行動してしまうと、無駄に就職してしまって稼げないオーバースペック人間になっちゃうだけです。自分だってそりゃある程度コーディングはできますけど、ウェブ制作会社に2年も3年も勤めている人よりかは絶対にコーディングスキルはないですからね。でも彼らより10倍ぐらいは稼いでいます。なんでそんなことになるのかというと、自分の場合はウェブ制作スキルは必要な分だけ習得して、そしてすぐに横展開をしたからです。もちろん好きでコーディングのスキルをどこまでも深めたいとか、好きで SEO スキルをどこまでも深めたいっていうんだったら全然いいんですけど、ただあくまで効率的に稼ぎたいっていうんだったら、どこまで身につけるべきか、どこまで習得するべきかっていうのは必ず見極めて、そこまで来たらすぐに横展開する必要があります。結構本当に周りを見てるとオーバースペック人間になってる人がめちゃめちゃ多いんですね。本当に悟空がミスターサタンを倒すために海王様の下でめちゃめちゃ修行するようなもんですよ。効率的にお金を稼いでいく、ひいては効率的に人生を進めていくためには、常に必要な分だけ修行をして正しい戦い方をする必要があります。ウェブ制作とかウェブマーケティングの勉強をするために就職してはいけない理由の2つ目は、とにかく動きが鈍くなるからです。これはさっきに紹介した成長スピードが遅くなるからっていうのに含まれるんですけど、特に重要なところなのでピックアップしておきます。この動画を見てくれている人は大半がおそらく会社で働いている方なのでよくわかると思うんですけど、会社で働いていたら自由に勉強できる時間、自由に作業できる時間って本当に平日の場合は1日に3時間4時間あったらめちゃめちゃいい方ですよね。ぶっちゃけ仕事がある日は疲れているので、1日に作業時間が2時間とか3時間とか、まあそんぐらいになってる人も結構多いと思います。効率よくお金を稼ぐためには 120% の1つのスキルよりも 60% のスキルを複数持っている方が確実に強いです。もちろん 120% の尖ったスキルを持っていて、それで発信者としてのポジションを取って、そこからガンガン稼げるっていうんだったらまた話は別なんですけど、あくまでクライアントワークをするっていう話の元では絶対に 60% のスキルを複数持っている方が強いです。例えばウェブ制作スキルが 120% ある人よりも、ウェブ制作スキルが 60%、 ライティングスキルが 60%、 そして LPO スキルが 60% ある人の方が確実に重宝されますよ。 120% のコーディングスキルを持ってして、ただただサイトを作る人よりも LPO のスキル、ライティングのスキル、そしてコーディングのスキルのそれぞれを持ってしてめちゃめちゃ売れるランディングページ、めちゃめちゃ制約率の高いランディングページを作れる人の方が確実に報酬は高いし、確実にクライアントから重宝されます。またはウェブ制作スキルが 60%、 そしてウェブマーケティングスキルが 60% 持っていて、サイトを作った上でそこに集客できるような人材はかなり重宝されます。他には L ステップのスキルが 60%、 そしてマーケティングスキルが 60% あって、めちゃめちゃ制約率の高いダイレクトレスポンスマーケティングができる人はめちゃめちゃ重宝されます。 60% の Shopify のスキル、そして 60% の Instagram の運用スキルを持っている人はもう Shopify で EC サイトを作った上で Instagram から集客もできるので、これまためちゃめちゃ重宝されます。今いろいろ例を出してきたんですけど、一つのスキルを 120% 極めたとしてもどうせそんな使わへんし、しかも一つのスキルで稼げる金額、もらえる報酬額っていうのはもうたかが知れてるんですね。今となっては一つのスキルだけじゃなくて複数のスキルを持ってして戦わないといけないのに、会社なんかに勤めていたらもう同じ業務をずっとやらされるじゃないですか。 Shopify を勉強したいのになかなかそういう仕事を振ってもらえない、ずっと同じコーディング作業だけをしなければいけない、そして L ステップも勉強したいのに仕事があってなかなか勉強する時間が取れない、もうこんなことになったらめちゃめちゃ変化の激しい今のご時世においてはついていくのがめちゃめちゃ厳しくなりますよ。 Twitter とか Instagram とか YouTube とかめちゃめちゃガチって運用した方が絶対に稼げるようになるのに、会社でずっと同じ作業だけをやらされて時間が取れなかったりすると、そりゃ稼げるようにならないし、そりゃ成長しないですよって話です。効率的にお金を稼ぐためには適切なスキルを適切な分だけ深めてすぐに次のステップに行くっていうのが鉄則です。就職してしまうととにかく動きが鈍くなって、これができなくなってしまうっていうのが本当に致命的なんですよ。
今言ったことはめちゃめちゃ簡単なことやし当たり前のことなんですけど、意外と多くの人は分かってないしできてないので、半年経っても1年経っても2年経っても全然人生が変わってないっていう状況が続くわけです。もう次のステップに行ったらいいのに、ずっと同じ会社で働いて、ずっと同じような作業をして、ずっと同じスキルをどんどん極めてるんですね。そりゃ稼げるようにならないですよ。ここまででウェブ制作とかウェブマーケティングのスキルで独立するからといってわざわざ就職するべきではない理由について2つ話してきました。まず1つ目の理由は、就職なんかしたら特定領域のスキルがどんどん深まるばっかりでオーバースペック人間になるだけだからです。そして2つ目の理由が、複数のスキルを身につけることが重要なのに、なかなか自由に学ぶことが選べなかったりとか、あとは自由に勉強する時間がなかなか取れなかったりするのが問題だからです。今回取り上げたウェブ制作とかウェブマーケティングに関わらず、就職しなくても独立できるスキルに関しては絶対に就職なんてしなくてもいいですからね。むしろ就職しなくても独立できる職業に関してはすぐに独立できるっていうのが旨味だったりするので、その旨味を自分で潰さないようにしてください。自分ですぐに独立できるっていう旨味を潰して、なおかつ成長速度も遅くなるって、もうこれ最悪ですよ。もう人生の大きな損失になります。就職するとなったら面接対策もしなければいけないし、履歴書も書かないといけないですよね。そして何社も回らないといけないです。そして就職した後も面倒な手続きがあるし、しかも退職する時も面倒な手続きがありますよね。もう人生において圧倒的に無駄が増えるんですよ。就職したら10米海洋券が使えるようになって10倍早く稼げるようになりますっていうんやったら全然就職してもいいんですけど、でも就職すると逆に成長が遅くなるし、やたら同じ作業ばっかりやらされて、やたら同じスキルがめちゃめちゃ極まっていくし、勉強できる時間も少ないし、勉強できる内容も結構制限されちゃいますよね。もうこれっていいことないですよね。ただ一個例外として、広告運用スキルで独立したいっていう人は割と就職してからじゃないと厳しい面があります。それはなぜかっていうと、クライアント側もお金を使う作業になるからです。ただその場合を除けば、就職する必要なんて1ミリもなくて、自分でしっかりとそれなりに実績を出せばいくらでも仕事はもらえます。就職するとなるとかなりのエネルギーがいるし、かなりの手間がかかります。なので就職するかしないかは慎重に判断するようにしてください。就職してから、あ、やっぱり就職する必要なかったわとかなったら、マジで人生の時間無駄ですからね。それでは今回の内容はこれで以上にします。今回の内容が少しでも役に立ったと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。